結婚30周年を迎える記念日を真珠婚と呼ぶそうですが、これを祝おうと今日千代田区のホテルで真珠婚式が行われました。結婚10年目を鈴婚式、25年目が銀婚式、そして30年目が真珠婚式。30年という夫婦の年輪を真珠のように美しく重ね、いつまでも若々しく暮らすことを願うイベントです。今日は参加した夫婦が夫から妻へ赤いバラを、妻から夫へ真珠を贈り合い、愛情の再確認とお祈り、賛美歌の合唱などが行われました。そして真珠のシャワーの中、式典はお開き、式の後には交流会が開かれ、2人の思い出を語った後、アコヤ街にラブレターを綴って交換したということです。